はい、皆さんこんばんは。はい、皆さん、プレイステーションナウって知ってますでしょうか？ちなみにこのプレイステーションナウっていうのは何かっていうと、クラウド技術を利用したプレイステーションのストリーミングゲームサービスです。はい。でね、今現在は約150タイトルぐらい確か遊べるのかな。全部ね、クラウドの方で、まあ映像とかいろいろ処理してくれるんで、別にね、この映す機械は何でもいいらしいんですよね。でもなんかやっぱりね、レスポンスが悪いっていうか、そんな感じなんじゃないですかね。はい。で、今はね、プレイステーション4を起動すると、プレイステーションナウっていう項目があるんで、それからね、割と簡単にね、ゲームレンタルができます。はい。でね、このプレイステーションナウなんですけど、一応ね、2種類サービスがあるんですよね。定額制とレンタル制みたいな感じで。で、定額制にすると、月に2315円プラスの税別かな。で、遊ぶことができるみたいです。はい。でね、なんか定額制とレンタル制で遊べるソフトが若干違うのかなっていう感じです。はい。まあ基本的にね、4時間200円プラスの税別からみたいな感じで、まあプレイステーションナウって検索、あ、これ出しておこうかな。はい。はい、こんな感じでね、この料金で遊べますと。ただこれ最低料金なんで、多分ソフトごとに値段が違うんだと思います。でね、このプレイステーションナウなんですけど、なんかね、8月23日ぐらいになんと PC でもね、できるようにサービスを変更していこうとしてるみたいですね。はい。まあね、プレイステーション3のゲームしかできないっていう感じなんで、まあまあ今後どういうサービスにね、追加のサービスになっていくか、すごく今から期待してます。はい。でも個人的にね、プレイステーション4を持ってるんですけど、プレイステーション4の映像をね、もう見ちゃうと、プレイステーション3には戻れないなっていう気がしないでもないです。はい。プレイステーション4、本当にいいゲーム機だと思います。はい。じゃあですね、今日はプレイステーションナウ、PC に対応かっていう話題でした。ではでは。最後までご視聴ありがとうございました。ここの登録ボタンより、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。